またいい形で次に行けますからね。奈良岡です、うん、小笠原止める、田代、そして野沢からしっかりとサイドに出す本山、うん、カウンター早いですよ。本山のすぐ横には洗い場上がってくる。本山が自分で行った、ここなんですよ。アントラーズ追加点2点目。だから本山のドリブルを生かしたのは洗い場のボールをもらおうとする危険な動きです。そこにまた釣られちゃった。本山の今シーズン初ゴール、アントラーズ2点目です。非常に強烈なシュートでしたが、数的に優位作ってますね、それでパスをする、それに釣られてしまってドリブルを生かしてしまった、はい、この一連の攻撃のスタートは中盤でのボールカットからでしたが、しっかりとボールをこの野沢から本山に出て、本山の横はしっかりと洗い場が走っていく、出て、そして出てきたシュートコースに最後は本山が狙っていきました。本山の強烈なシュートが決まって2対0、アントラーズ2点目です。まあ、あの4バックの場合はね、あのサイドバックの攻撃参加によってサイドで数的優位を作るのはスムーズなんですね、3バック、ジブラのシステム以上に、はい、やっぱりそういうところをうまくアントラーズがつきましたし、まあ、局面の本山の技術、はい、洗い場のランニング、はい、見事でしたね。